はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ラジオ遠藤でございます。今日は川倉遠藤クリーンディーゼルの、C クラス、C220D を、のこれ4回目になりますかね、4本目のビデオです。いつもの、川倉遠藤ではおなじみの、ワインディングにちょっと持ってきてみました。ここでモードスポーツ、あ、エンジンが綺麗です。これいいのかな、スイッチが入っちゃって、スポーツにして、これで、ちょっと早めに回ってみようかなと思っています。はい、ではでは、特に前振りはなく早速行ってみたいと思います。スポーツモードじゃなかったらどんな走りだったのかとか、巻き取りはどんなだったのかっていうのは、概要欄とリンクから、川倉遠藤のプレイリストを見ていただければ、入ってますので、そちらの方をご覧ください。とりあえず入ってきました。よっ、やっぱりね、ディーゼルですからトルクあるんで、下の方は強いんで、立ち上がり非常に楽ですね。さっきね、あんまりアップダウンがないとか、スポーツじゃなくない、モード、コンフォートモードでアップダウンのない、よいしょ、ワインディングで走ったんですけど、このぐーっといってブレーキングした時の、シフトの落ちがもうちょっと速くていいよなっていうのは、の中では非常に気になっちゃってるポイントかなと思います。でスポーツモードですので、今までコンフォートで走ってきたら2000超えなかったんですけど、2000ちょっとぐらいの、軽いスポーツ走行で2000ちょっとぐらいの回転数で走ってます。まあまあざっくりとガソリン車の2分の1ぐらいの回転数かなというところですね。ちょっとやっぱりちょっとシフトパターンのセッティングが気になるかな。あとやっぱりね、今回転数3000ぐらい超えたんですけど、エンジン音は気になるレベルまで行きますね。明らかに、ガソリン車のような気持ちいい音ではないです。なんやっていう、なんや想像しいなっていう音がしてきます。そんなに変わんないのかな。まあね、これサーキットとか持ち込んで最高速テストとかやったら、何らかの結果は出るんでしょうけども、日常使い、これぐらいの、軽いスポーツ走行でしたらそんなに速さの違いは感じて、でもちょっと粘っこい感じがしますよね。やっぱりこの回転数の問題だと思います。ブンブンとはいかないんで、なんとなくもっさりした感じ、軽やかな、走行フィール、エンジンフィールではないですよね。もうちょっとこの手の走行に適したもんかなと思ってたんですけど、あれそんなでもないなっていうのが今の感想ですね。僕ね、これちょっと動画にはしてないんですけども、BMW の3シリーズのディーゼルですね、320の D か、3シリーズのクリーンディーゼルに乗った時にものすごい感動したんですよ。
あれ本当なんで動画にしたかったんだろうと思うんですけど、すっごいいいんですあれが、速さもあるし、あのロケットスタート感もあるし、まあ、これぐらいの長さ あのワインディングを走らせて走ることができなかったんですけども、あのちょっとしたワインディングを走ってもすっごい気持ちよくセッティングされてますね。あのディーゼルをスポーツに使おうっていう意図が、丸見えというか、意図丸出しの作りなんですけども、あれは感動的でしたね。それに比べちゃってるからかな、それでハードルが上がってるせいかもしれないけど、ちょっとだけでも、まあ、変な挙動を示した、アクセルと僕のシフト、アクセル癖とシフトパーナーが合ってない、まあ、あのその BMW の 320D の、ディーゼル車と、今ちょうどで、ね、ライバルになるんで、ベンツの C クラスのディーゼルと比較を僕の中でしちゃってるんでしょうけど、その3シリー BMW のディーゼルの出来栄えがものすごい良かったんで、ちょっとハードルを上げたところを視点で見ちゃってるから、だからいまいちそんなにすごいなっていう感じはしないですね、してないですまだ。だから悪くはないですよ。このベンツがあのディーゼルをどういう方向に持っていこうかなっていうのが、僕の使い方だと明確にわからない感じですよね。BMW の3シリーズのディーゼルなんかは明らかにディーゼルでスポーツやっちゃおうみたいな、セッティングノリで作ってるコンセプトだっていうのが分かったんですけれども、この C クラスのディーゼルに関してはどういった どういったコンセプトなのかちょっとだけ分かりづらいかな。まあただこれね、僕車にの車の移動が主体な人なんですけど、9割方1人ないしは2人で移動するんですね。でこれが例えば家族が多いとか荷物が多いとか、っていう時になってくると、あ、非常にディーゼルっていうのは活躍してるかもしれない。今上り登ったけど良かったね。上りはいいな。やっぱトルクが44もあるっていうのはこういうところへの貢献度は高いです。なんかスーッと、あー、なんか伸びる感じで上りをスッと越えていきます。シフトダウンからのエンジンブレーキがあんまり効かない。ガソリン車ほどストンストングっていう感じがないです。シフト自体は落ちてるし、エンジン 回転数もちょっと変わってるんですけど、落ちないですね。を走ってますけれども、こういうことをやろうという車ではないです、ないと思います。乗ってみた感触でいうと、例えば今なんかちょっと上りなんですけども、上りをストレスなく、あんまりアクセルをガッと開けずにスーッと上ろうなんていうね、やっぱコンフォート性能がやっぱり重視されてるんでしょうね。そのあたりはメルセデス・ベンツだと思います。 B
DM とは全然味付けが違いますね。どうだろうな、こうやって走ってみると、グリーン自転車って嫌いじゃないんですよ、コンセプト自体も。そのまあのディーゼルを使うっていうコンセプト自体も、嫌いじゃないし、もちろんあのハイブリッド車なんかも乗ったことはあるんですけども、ディーゼルの方がはるかに車としての、 あの車らしさっていうのがあるんで、ディーゼル車っていうのは最近のこのヨーロッパ主流のクリーンディーゼル車っていうのはすごい評価してるんですけれども、ベンツの C と BM の3のディーゼルだったら BM 選んじゃうかもな。 BMW の3のディーゼル、あれのドッカントルクは、あ、だからこうコンセプトがはっきりしていいですよね。ちょっとね、曖昧な気がします。再三申し上げてますが、シャーシー、サスペンション自体はガソリン車と全く変わりませんので、何ら変化もありません。ボディ構成ももちろんしっかりあります。でそういった意味でよく作られてるよね。その BMW の3シリーズのディーゼル 320D、あたりが先に乗っちゃって、あのコンセプトが好きで、あのセッティングが好きでちょっと感動しちゃったっていうのとの、今差が僕の、インプレッションというかね、評価に出てるんだと思います。コンフォートは強いと思いますよ、こっちの方がね、メルセデスの方がっていうことですかね。やっぱそこはどうしてもね、開発側としても BMW には BMW のコンセプトがあるし、メルセデス・ベンツにはメルセデス・ベンツのコンセプトが譲れない部分があるんで、車としての成り立ちが両方それと同じドイツ車って言っても違いますんでね、ここは好みだと思います。これ両方乗ってみることをお勧めします。まだチャンスがあれば、あの川村遠藤ラジオ遠藤でも、BMW の方のディーゼル、の動画撮ってみたいと思いますけれども、明らかにこれ同じディーゼル車といっても別物です。ですので、両方乗ってみて自分が好きな方を選べばいいと思います。現段階僕の評価、ディーゼルをもし買うんであれば、もし選ぶんであれば、ベンツファンの皆さんごめんなさい、僕は BMW を選ぶと思います。ちょっと何使おうかなあかんが、非常にこの C クラスのディーゼルに関しては何使おうかなとか、どういうコンセプトなのかなっていうのが、ちょっと見えてきづらい。これだったらガソリンに乗ってった方が、当然ノイズ振動とかね、でいろんな意味でよくトータルバランス的にはガソリン車の方がよくできてるんで、まあ一般的に言うところの BMW の3と、メルセデス・ベンツの C っていう C クラスっていうこのライバル比較、急にライバル比較やってるけどライバル比較で言えば、ガソリン車だったら C の方が、クオリティ高いと思います。メルセデス・ベンツとか、ディーゼルだったら、BMW の3シリーズの方がコンセプトも明確だし、このトルクの強さっていうのを上手に BMW らしく昇華しているかなというふうに思います。この後高速行く、高速一発乗ってみましょうかね。5本目では、さっくりちょっと乗ってみて、トータルの評価させていただきたいと思います。以上、川倉遠藤メルセデスベンツのクリーンディーゼル、C220D のインプレッション第4本目でした。
皆さんご視聴ありがとうございました。感謝します。速さもあるし、あのロケットスタート感もあるし、まあ、こんな長いちょっとあのこんな長いこれぐらいの長さ あのワインディングを走らせて走ることができなかったんですけども、あのちょっとしたワインディングを走ってもすっごい気持ちよくセッティングされてますね。あのディーゼルをスポーツに使おうっていう意図が、丸見えというか、意図丸出しの作りなんですけども、あれは感動的でしたね。それに比べちゃってるからかな、それでハードルが上がってるせいかもしれないけど、ちょっとだけ、まあ、変な挙動を示した、アクセルと僕のシフトアクセル癖とシフトパーナーが合ってない、まあ、あのその BMW の 320D の、ディーゼル車と、今ちょうどで、ね、ライバルになるんで、ベンツの C クラスのディーゼルと比較を僕の中でしちゃってるんでしょうけど、その3シリー BMW のディーゼルの出来栄えがものすごい良かったんで、ちょっとハードルを上げたところを視点で見ちゃってるから、だからいまいちそんなにすごいなっていう感じはしないですね、してないですまだ。だから悪くはないですよ。このベンツがあのディーゼルをどういう方向に持っていこうかなっていうのが、僕の使い方だと明確にわからない感じですよね。BMW の3シリーズのディーゼルなんかは明らかにディーゼルでスポーツやっちゃおうみたいな、セッティングノリで作ってるコンセプトだっていうのが分かったんですけれども、この C クラスのディーゼルに関してはどういった どういったコンセプトなのかちょっとだけ分かりづらいかな。まあただこれね、僕ディーゼル車って嫌いじゃないんですよ、コンセプト自体も、そのまあのディーゼルを使うっていうコンセプト自体も、嫌いじゃないし、もちろんあのハイブリッド車なんかも乗ったことはあるんですけども、ディーゼルの方がはるかに車としてのあの車らしさっていうのがあるんで、ディーゼル車っていうのは最近のこのヨーロッパ主流のクリーンディーゼル車っていうのはすごい評価しているんですけれども、ベンツの C と BM の3のディーゼルだったら BM 選んじゃうかもな。 BMW の3のディーゼル、あれのドッカントルクはなんかこうコンセプトがはっきりしていいですよね。ちょっとね曖昧な気がします。再三申し上げてますが、シャーシー、サスペンション自体はガソリン車と全く変わりませんので、何ら変化もありません。ボディ剛性ももちろんしっかりあります。でそういった意味でよく作られてるよね。その BMW の3シリーズのディーゼル 320D、あたりが先に乗っちゃって、あのコンセプトが好きで、あのセッティングが好きでちょっと感動しちゃったっていうのとの、今差が僕の、インプレッションというかね、評価に出てるんだと思います。コンフォートは強いと思いますよ、こっちの方がね、メルセデスの方がっていうことですかね。やっぱそこはどうしてもね、開発側としても BMW には BMW のコンセプトがあるし、メルセデス・ベンツにはメルセデス・ベンツのコンセプトが譲れない部分があるんで、車としての成り立ちが両方それと同じドイツ車って言っても違いますんでね、
ここは好みだと思います。これ両方乗ってみることをお勧めします。まだチャンスがあれば、あの川倉遠藤ラジオ遠藤でも、BMW の方のディーゼル車に乗車の移動が主体な人なんですけど、9割方1人ないしは2人で移動するんですね。でこれが例えば家族が多いとか荷物が多いとか、っていう時になってくると、あ、非常にディーゼルっていうのは活躍してるかもしれない。今上り登ったけどよかったね。上りはいいな。やっぱトルクが44もあるっていうのはこういうところへの貢献度は高いです。なんかスーッとはなんか伸びる感じで上りをスッと越えていきます。シフトダウンからのエンジンブレーキがあんまり効かない。ガソリン車ほどストンストングっていう感じがないです。シフト自体は落ちてるし、エンジン 回転数もちょっと変わってるんですけど、落ちないですね。を走ってますけれども、こういうことをやろうという車ではないです。ないと思います。乗ってみた感触でいうと、例えば今なんかちょっと上りなんですけども、上りをストレスなく、あんまりアクセルをガッと開けずにスーッと上ろうなんていうね、やっぱコンフォート性能がやっぱり重視されてるんでしょうね。そのあたりはメルセデス・ベンツだと思います。BM とは全然味付けが違いますね。どうだろうな、こうやって走ってみると、はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ラジオ遠藤でございます。今日は川倉遠藤クリーンディーゼルのC クラス、C220D を、の、これ4回目になりますかね。4本目のビデオです。いつもの、川倉遠藤では、おなじみの、ワインディングにちょっと持ってきてみました。ここでモード、スポーツ、あ、エンジンが綺麗です。これいいのかな。スイッチが入っちゃって。スポーツにして、これで、ちょっと早めに、回ってみようかなと思っています。はい、ではでは、特に前振りはなく早速行ってみたいと思います。スポーツモードじゃなかったらどんな走りだったのかとか、巻き取りはどんなだったのかっていうのは、概要欄とリンクから、川倉遠藤のプレイリストを見ていただければ、入ってますので、そちらの方をご覧ください。とりあえず入ってきました。よっ、やっぱりね、ディーゼルですからトルクあるんで、下の方は強いんで、立ち上がり非常に楽ですね。ここなんだよな、さっきね、あんまりアップダウンがないとか、スポーツじゃなくないモード、コンフォートモードでアップダウンのない、よいしょ、ワインディングで走ったんですけど、このグーッといってブレーキングした時の、シフトの落ちがもうちょっと早くていいよなっていうのは、僕の中では非常に気になっちゃってるポイントかな。スポーツモードですので、
今までコンポートで走ってきたら2000超えなかったんですけど、2000ちょっとぐらいの、軽いスポーツ走行で2000ちょっとぐらいの回転数で走ってます。まあまあざっくりとガソリン車の2分の1ぐらいの回転数かなというところですね。やっぱりちょっとシフトパターンのセッティングが気になるかな。あとやっぱり、ね、今回転数3000ぐらい超えたんですけど、エンジン音は気になるレベルまでいきますね。明らかに、ガソリン車のような気持ちいい音ではないです、なんやっていう、なんや想像しいなっていう音がしてきます。よいしょ。速さっていう意味じゃそんなに変わんないのかな。まあね、これサーキットとか持ち込んで最高速テストとかやったら、何らかの結果は出るんでしょうけども、日常使い、これぐらいの、軽いスポーツ走行でしたらそんなに速さの違いは感じて、でもちょっと粘っこい感じがしますよね。やっぱりこの回転数の問題だと思います。ブンブンとはいかないんで、なんとなくもっさりした感じ、軽やかな、走行フィール、エンジンフィールではないですよね。もうちょっとこの手の走行に適したもんかなと思ってたんですけど、あれそんなでもないなっていうのが今の感想ですね。僕ね、これちょっと動画にはしてないんですけども、BMW の3シリーズのディーゼルですね、320の D か、3シリーズのクリーンディーゼルに乗った時にものすごい感動したんですよ。あれ本当なんで動画にしなかったんだろうと思うんですけど、すっごいいいんですあれが、